ダークロードモルモスとサウロン、ダークロードとはフィクションにおける仇役の主会に特有の類型を指すアーキタイプである。このアーキタイプは特にファンタジーというジャンルにおいて典型的である。ダークロードの人物像は通例男性であり、権力への渇望や悪魔や反キリストとの関連で特徴づけられる。エンサイクロペディアオブファンタジーは ダークロードの人物像によく見られるテーマとして、かつて敗北しているが永遠に殺されたままではない、大地の破壊など、特性の儀式に従事するなどがあるとする。ワーグナーのニーベルングの指輪に登場するアルベリヒがダークロードの原型である。文芸におけるダークロードの注目すべき例としてはこの他に、サウロン、モルゴス嵐の多いネルキー、ボルデモート教などが挙げられる。 映画においては、スター・ウォーズシリーズのダース・ベーダーとパルパティーン皇帝が、通常、シスの暗黒教と呼ばれている。フィリップ・プルマンは、文学における、ダークロードというアーキタイプというものについて、悪というのは、通常一人の人間の形で化身し、影響力を及ぼすために高い身分を求めるものである、と、人々が信じていることが反映されたものであるが、これは、ハンナ・アーレントの、 悪の陳腐さという概念とは正反対のものであると批判的に述べている。ありがとうございます。